ゆずるくんの願い、それは私たちへの愛の歌。皆さん、こんにちは。今日は、フィギュアスケート界の伝説、羽生ゆずるさんの温かい願いに、中国のファンたちが熱狂しているという話題について、少し違った視点から考えてみたいと思います。羽生ゆずるさんといえば、その圧倒的な演技力と美しさで世界中のファンを魅了してきた、まさにスケート界のプリンスですよね。彼の滑りは、 まるで表情の芸術作品。その一つ一つの動きに、私たち観客は息をのみ、心を奪われてきました。そして、彼の魅力は技術的な面だけではありません。彼の言葉、彼の行動、そして彼の心の広さこそ、多くの人を引きつける真髄なのです。今回、中国のファンたちを感動させたのは、羽生さんが仙台のアイスリンクに寄せたメッセージでした。そこには、 若いいスケータータたたちちへへののののの励ましの言葉と共に、ファンたちへの感謝の気持ちが込められていたのです。アイスリンク仙台のスケーターのみんなが思いっきり練習できますようにたくさん上手になりますように平和な毎日が続きますように2024年7月羽生結弦そしてその隣には応援してくださる皆さんにもどうかたくさんの幸せをよろしくお願いいたしますというピンクの紙に書かれた言葉 このメッセージを見た中国のファンたちは、感動のあまり涙ぐむ人もいたそうです。ピンクの髪は私たちへのメッセージだね。涙、とても感動した。あなたは心優しい天使の子猫、ベイビーのメッセージはとても誠実で、可愛くて、あなたらしい。あなたをとても愛しています。彼の願いは全部自分のことじゃない。こんな彼を愛さずにいられる、といったコメントが、SNS 上で溢れ返っていました。 私たち日本人から見ると、当たり前のことのように思えるかもしれません。でも、考えてみてください。羽生さんは、世界中を飛び回り、常に注目を浴びている、まさにスーパースターです。そんな彼が、故郷のアイスリンクに練習に励む若いスケーターたちを、そして、遠く離れた中国のファンたちを、自分のことのように心配し、励ましているのです。彼の言葉は、 単なるお世辞ではありません彼の言葉には彼の心の奥底にあるスケートに対する情熱そしてファンたちへの深い愛情がぎゅっと詰まっているのです羽生さんが応援してくださる皆さんにもどうかたくさんの幸せをよろしくお願いいたしますと書いたピンクの紙は私たちファンへの愛の歌彼は自分の幸せよりも私たちファンが幸せになることを願っているのです このエピソードは、私たちに、彼が単なるアスリートではなく、人間としてどれほど素晴らしい存在であるかを教えてくれます。彼は、私たちに夢を与え、希望を与え、そして、愛を与えてくれる存在なのです。彼の願いは、私たちファン一人一人の心にも響いています。羽生くんの願いが全て実現しますように。あなたが世界一幸せになれますように、ゆずるくんも幸せに。 あなたにもいっぱいの幸せが訪れますように。私たちみんなで幸せになりましょう。あなたの幸せが、私の最大の幸せです。彼の願いは、私たち自身の幸せと重なり、互いに支え合い、励まし合う、そんな温かいつながりを生み出しています。彼の存在は、私たちに、自分自身の人生をより前向きに、そして、より優しく生きていくためのヒントを与えてくれるのかもしれません。 羽生さんの願いは私たちファンへの愛の歌であり同時に世界中の人々への平和と幸せを願う心の温まるメッセージなのですさてここで少し考えてみましょう羽生さんのメッセージは私たち日本人が当たり前に思っている感謝の気持ちを改めて強く意識させてくれますよねありがとうという言葉は日本人にとって当たり前の言葉であり日常的に使われる言葉です しかし本当に「ありがとう」の気持ちを持って感謝の気持ちを言葉にできている人はどれくらいいるのでしょうか。現代社会では競争社会情報型ストレス社会などさまざまな要因が私たち人間関係を希薄にしてしまい感謝の気持ちを忘れがちです。私たちは自分自身のことばかり考えてしまい周りの人たちへの感謝の気持ちを持つことを忘れてしまっているのかもしれません。 羽生さんのメッセージは、私たちに、感謝の気持ちを忘れずに、周りの人たちへの愛情を込めて生きていくことの大切さを教えてくれます。例えば、あなたは最近、誰かに感謝の気持ちを伝えていますか感謝の気持ちを伝えることは、相手を喜ばせるだけでなく、自分自身の心の状態も良くする効果があると言われています。感謝の気持ちを伝えることで、自分自身の心の余裕が生まれ、 より幸せなな気持ちにるることができるのできのす羽生さんのような感謝の気持ちあふれる人がいることを知ると私たちももっと感謝の気持ちを持って周りの人たちと接したいと思いませんか羽生さんのメッセージから私たちは感謝の気持ちを持つことの大切さそして周りの人たちを愛することの大切さを改めて感じることができます。彼の言葉は私たちファンだけでなく 世界中の人々に温かい感動を与えてくれるでしょう。彼がこれからどんな道を歩むのか、私たちファンは彼の未来を心から応援しています。そして、彼からたくさんの愛と感動を受け取っていきたいですね。羽生結弦さんの言葉は、私たちに多くのことを教えてくれます。彼のメッセージから学ぶことは、感謝の気持ちを持つこと、そして、周りの人たちを愛することだけではありません。 彼の生き方は、私たちに、夢を諦めないことの大切さを教えてくれます。彼は、幼い頃からスケートに情熱を燃やし、数々の困難を乗り越えてきました。怪我や病気、そして、周囲からの厳しい声にも負けずに、彼は常に前向きに、そして、自分の夢に向かって努力を続けてきました。彼の言葉には、常に、諦めないという強い意志が感じられます。 努力は必ず報われるという言葉は、彼自身の経験から生まれた、まさに金言といえるでしょう。彼は、私たちに、どんな困難に直面しても、夢を諦めずに、努力を続ければ、必ず道は開けるということを教えてくれます。彼の生き方は、私たちに、挑戦することの大切さを教えてくれます。彼は、常に新しいことに挑戦し、新たな境地を切り開いてきました。 彼は既存の枠にとらわれず常に進化を続け私たちを驚かせ続けてきました。彼は私たちに現状に満足することなく常に挑戦し続けることで自分自身の可能性を広げることができるということを教えてくれます。彼の生き方は私たちに感謝の気持ちを持つことの大切さを教えてくれます。彼は常に周囲の人々に感謝の気持ちを表明し ファンたちへの愛情を惜しみなく表現してきました。彼は、周囲の人々の支えがあってこそ、今の自分があることを深く理解しています。彼は、私たちに、周囲の人々に感謝の気持ちを忘れずに、そして、周りの人たちを愛することの大切さを教えてくれます。羽生さんの生き方から学ぶことは、私たちが人生を豊かに生きるための貴重なヒントに溢れています。彼の言葉は、 私たちに勇気を与え、希望を与え、そして愛を与えてくれます。彼がこれからどんな道を歩むのか、私たちファンは彼の未来を心から応援しています。そして彼からたくさんの愛と感動を受け取っていきたいですね。彼の言葉は私たちに夢を諦めずに挑戦し続け、そして感謝の気持ちを持って生きていくことの大切さを教えてくれます。彼の生き方は 私たちの人生を豊かにするための道しるべとなるでしょう最後に羽生譲さんの言葉を借りてこの記事を締めくくりたいと思いますみんなが幸せになりますように彼の願いが世界中に広がっていくことを心から願っています